はい、冒険家の皆さん、こんにちは。この動画では、日本語教師映画パーティーについて、お話をしたいと思っています。これは、ジャパンファンデーションニューデリーの、ブラッシュアップコースですね。ツイッターで学ぶ日本語の、8月11日の授業のための資料です。はい、まず最初に日本語教育ウェビナー、あ、すいません、間違えちゃいました。日本語教師映画パーティーですね。ここ日本語教師映画パーティーにするのを忘れていました。ごめんなさい。この流れで話をしますね。最初に、映画パーティーとは何か、オンライン映画パーティーとは何か、そして、日本語教師映画パーティーとはどういうふうにするのか、そして今週はどんな映画を見るのか、それをインドでも見られますかっていう話ですね。はい。まず最初にこのオンライン映画パーティーとは何かっていう話ですが、これはですね、いろいろな場所にいる人が同じ映画を見ます。で、同じ時間に再生ボタンを押すんですね。それで、チャットで感想などを共有します。これ有名なものでは、Amazon の場合はウォッチパーティーっていうんですね。こういうふうになっていますけど、一緒に見ることができます。一つの映画をね。はい。これ映画版、これは COJP ですね。Amazon COJP っていう日本のサービスですけど、でも、アメリカの、この Amazon.com、これでももちろん、同じサービスがあります。全く同じですね。ウォッチパーティーっていうね。はい。ですので、こうした、オンラインで一緒に映画を見るというのはもうかなり、普及している、一つの新しい映画の、見方だと思います。ただしですね、日本語教師映画パーティーの方は、例えば Amazon とかですね、そういう一つの決まったサービスを使うわけではなくて、Twitter でやるんですね。Twitter でやります。ですから、別に YouTube で見てもいいし、Amazon プライムで見てもいいし、Netflix で見てもいいわけですね。ただし、Twitter は必要です。これ公式サイトを、この動画の、概要、説明のところに公式サイトのリンクを貼っておきますので、ぜひ、見ておいてください。で、時間はですね、毎月第2土曜日の、午後5時30分です。これはインディアンスタンダードタイムですね。日本時間では午後9時なんですけど、インドでは午後5時30分からです。で、決め方はですね、最初に、提案を受けます。皆さんどういう映画見たいですかというふうに、提案を受け付けて、ただし先着の4本のみを、4本のみがこの投票に入ることになります。で、この投票はツイッターのアンケートで投票を受け付けるわけですね。はい。提案フォームはこういうふうに Google フォームで、ここにですね、その見たいタイトルとその理由を書いてもらうことになっています。で、投票はですね、こういうふうに、まあ、この日、この月は2つしかなかったんですね。今月なんですけど、今月は、提案が2つしかなかったので、この2つがこういうふうに、投票で、選ばれるわけです。このジョジョラビットというのを選んだ人は多分4人ぐらい。で、全部で12人しか投票してないんですね。で、この Most Likely to Succeed を選んだ人は多分8人ぐらいいるというわけですね。なので、今月はこの Most Likely to Succeed に、決まりました。はい。で、その今週の、あ、すいません。これ今月なんですけど、今月は、今がですね、もう第2週ですから、今週末に、この日本語教師映画パーティーがあります。そして、その今月見る映画は、Most Likely to Succeed ですね。これは、こちらにですね、予告編がありますので、これも、ぜひ見ておいてください。で、内容はですね、PBL、つまりその、Project Based Learning、の、その高校のドキュメンタリーなんですね。ですから、フィクションではありません。で、このプロジェクトベースラーニングは、インドのですね、ナショナルエデュケーションポリシー2020ですね。この NEP2022 に、書いてある、この経験学習にとても近いです。エクスペリエンシャルペダゴジーですね。これはっきり、もう NEP2020、NEP2020 に、経験学習ってもうはっきり書いてあります。日本語もこれで教えなければいけません。そして、この PBL はこの経験学習の一つなんですね。なので、インドの先生方にとっては、
この Most Likely to Succeed はとても大切な映画だと思っていますので、ぜひ一緒に見ましょう。はい。で、参加方法はですね、時間になったら、動画の再生ボタンを押して、感想をツイッターに書くだけですね。もうツイッターは誰でもできますから、申し込みは必要ありません。花金とかは申し込みが必要ですけど、この日本語教師映画パーティーは、申し込みは必要ありません。ただ、この感想をツイッターに書くときに、このハッシュタグですね、ハッシュタグ、日本語教師映画パーティー、このハッシュタグを入れないと、他の人に気がついてもらえませんから、これは忘れないようにしてください。はい。では、問題はですね、私、今日本にいるので、これがインドで見られるかどうかがわからないんですね。日本では、この Vimeo っていうサービスで見ることができます。ただし、これ有料なんですね。だけど、Netflix とか Amazon プライムではお金を払っても見ることができません。ですので、ぜひインドで見られるかどうか皆さん検索して、それを、水曜日のね、ズームの時に共有してください。はい、課題はですね、その今週の日本語教師映画パーティーに参加してもらうということです。で、土曜日の5時半、午後5時半からでは忙しいっていう人もいるかもしれません。その時は24時間以内ならいいです。24時間以内に書いたものは、まとめに、入ります。私がまとめるんですね。24時間、後にね。それに入りますから、忙しい人は24時間以内に書いてください。で少なくとも3つは書いてください。で、同時に見る人は、再生を始めました。日本語教師映画パーティー。もうこれだけでもいいです。これを、その5時半ちょうどにね、投稿する。これだけでもいいですね。で、これも難しい人は予約でもいいです。予約。で、これはですね、ツイッターの、こんな感じで、スケジュールっていう機能がありますから、これを、8月14日ですよね。今年の8月14日の、まあ、これ日本時間、今、ジャパンスタンダードタイムなので、私の環境ではね、それを9時ちょうどに設定して、このコンファームというふうにするだけですね。はい、それではツイッターで、皆さんがたくさんの、日本人の友達を作ってくれることを祈っています。それでは今日はここまでですね。はい、また来週失礼します。そして冒険は続きます。